はい、熊谷です。はい、ああ、そうですか、わかりました、すぐに。でね、アメリカなんかでよく死刑囚が死刑廃止の州で捕まると引き渡さないでくれるっていう話あるじゃないですか。ん？シオンさん、ご無沙汰しております。ダサイは？お姉はどうしてるの？何か言ってる？私たちはシオンさんを本家へお連れしろとしか言われていませんので、詳しくは本家でお尋ねになってください。お久しぶりですね、シオン。新年以外に会えるとは思いませんでした。ミヨン姉様こそ、ご機嫌麗しゅうございます。新年以外にお顔が見れて、三文くらいの徳を感じます。当主は大変ご立腹ですよ。どう釈明されるか見ものです。私がするような釈明なんて別にないですし。シオン、来なさい。皆待っています。
これが噂の地下実験室ってやつですね。ダーホが、どの面下げて戻ってきた思うとってと。そんなの、サトシ君、関係ないじゃないですか。サトシ君の親はわかるとしても、サトシ君個人には何の責任もな。しゃあらしいわ。
ばあさん、あんた何言ってんの？黙って聞いてれば言いたい放題。何ばねすったら口の利き。やかましい！しまいまで聞きなよバカ野郎。だいたいあんたはサトシ君の何を知ってるの？サトシ君のことをよく知りもしないくせに、まるで彼を害虫みたいに言い捨てて。サトシ君がどんなにいい人か私はよく知っている。彼が北条だからいけないの？バッカみたい。時代錯誤も甚だしい。その先の私が北条のサトシ君と一緒にいたのがそんなにも不愉快なの？くったらないくったらないバッカみたい。こんな安っぽいロミジュリを自分で体験できるなんて思わなかったな。そっか、ミオンがそういう告げ口をしたわけか。私、自分が園崎家だとか、サトシ君が北条家だとか、そんなの全然興味ないし、園崎家のメンツがとか、世間体がどうとか、全然関心ありません。認めますよ、認めます。私は北条サトシ君が好きです。彼のことが大好きです。それっていけないこと？人が人を好きになるのに何か理由が必要？後ろのあんたたちも聞こえてるでしょ？私おかしいこと言ってる？あんたたちだってサトシ君をよく知れば、彼がどんなに素敵な男の子で私が好きになるのがおかしくないことがすぐにわかる。なのになんで相手の人格も知ろうとしないで一方的に。もう結構です、シオン。あなたの言い分と覚悟はよくわかりました。シオンの覚悟はよくわかったよ。でもここまで言い切っちゃったら誰にももうかばえない。シオンがけじめをつけてみせるしかない。けじめ？なんで私が？私がなんでそんなバカな。シオン、あなたの言う個人の理屈は多分正しい。でもね、あなたも理解していると思うけど、ここは雛見沢で、私たちは園崎家なの。御三家の末席で、今や事実上の雛見沢の筆頭家。
そしてあなたは仮にも園崎家次期当主である園崎美音の双子の妹、それが あんたとはこっちに帰ってからどうもそのあたりの話が食い合わないですね。大人の事情みたいなことばっか。ひなみざわ、園崎家だから何？私はそんなの全然興味ない。聞きなさい。シオンは今日まで沖ノ宮で生活するにあたってどれだけの人の世話になってる？笠井さん、奥の牢屋にいる。なんで笠井が？シオンがどういう目にあっても、シオン本人は覚悟があるからいいだろうけど、お世話になった笠井さんや吉郎おじさんがどうなるかまでは考えが及ばない。シオン、バッチャに謝ってけじめをつけてみせれば、シオン一人だけの話で全部済む。誰にも迷惑をかけない。でもミオン、私間違ったこと言った？そんなにも悪いことした？何ですか、シオン。ごめんなさい。私が間違っていました。許してください、当主様。ではシオン、どうやってけじめをつけるつもりです？けじめってどうすれば？
何これ？爪を剥ぐための道具です。使い方はわかります？わかるわけないでしょう。爪一枚ずつでシオンがかけた迷惑のそれぞれのけじめとします。園崎シオン、どの指でも構いません。自らの手で三枚の爪を剥がしてみせなさい。本当にそれで他の人は許してくれるんですか？約束して、私がちゃんと自分の爪を剥げたら他のみんなは許すと約束して。これはあなたのけじめであって取引ではありませんよ。この方法が気に入らないなら。やるから待って、待ってよ、やるから、やるから。で、どうするの？
これで許して。あのねこれ本当に痛いの。すごく痛いんだよ。ほら私の顔を見ればわかるよね。本当にさ痛くて。シオン、もう無理。やれるよ。こんなの全然楽勝だって。この冷血動画怖くない。こんなの痛くない。シオン、やだやだ。もうやだやだ、もう無理なの。本当に痛いよ。こんなの怖くない。こんなの痛くない。しよう。あとちょっとだから頑張って。やだ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 。本当に無理。本当に痛いの。痛いの。
カサイ？何でしょう？ヨシロおじさんはどうなったか知ってます？いいえ。したたかな方です。ご無事と思います。後で謝られた方がいいでしょう。うん。シオンさん、そろそろ体を起こしてください。横になり続けるのもやはり体に毒です。気分は落ち着かれましたか？落ち着いたというか、落ち込んだというか、はあ、この数日間はずっと伏せっていたんですか？食事はされていましたか？冷蔵庫の中の残り物を適当に食べてました。あとは天井を見てるか眠っているかのどっちか。昨日、ミオンさんから連絡がありました。シオンさんの部屋に何度か電話したけど、出なかったからということで。その先本家としては、シオンさんがご自分でけじめをつけられたので、これで決着とするそうです。あの学園には退学届が出されます。シオンさんは沖ノ宮の学校に編入になるそうです。園崎シオンの人権が認められたってことか。そうですね。今後は園崎シオンとして生活してくださって構わないそうです。ですが、みだりに雛見沢には近づかないこと、園崎ミオンを語らないこと、人前にみだりに姿を現さないこと、他にも細々とありますが、詰まるところ存在を認めてやるから、本家に目立つようなことは二度とするなってわけか。
そういうことになります。もちろん永続的なわけじゃありません。ほとぼりが冷めるまで当分ということです。具体的にいつまでという期限があるわけではありませんが、今年いっぱいくらいはこれまで通り目立たない生活を送られた方がよろしいかと思います。私は沖の宮でひっそり暮らすだけで十分です。もともとこれまでだってそうして暮らしてきたわけだし。サトシ君はどうなったの？カサイ、サトシ君は無事なの？シオンさん、本家から北条サトシ君のことは忘れろと言づかっています。何それ？シオンさん、あなたと喧嘩はしたくないんで、これ以上この話はしたくありません。本家からの言葉を伝えるのみにとどめさせてもらいます。何その話をしたくないってのは。カサイ、カサイ、ちょっと一人になりたい。あ、いいの。カサイはのんびり食べてて。私がちょっと一人で散歩がしたいだけなの。私もシオンさんと一緒に出ないとこの部屋に鍵がかけられません。あ、先に断っとくけど、別にサトシ君に会いに行くわけじゃないからね。わかりました。
サトシ君、おめでとう。変えたんだね。園崎さん、ご無沙汰していますね。あ、ひょっとしてサトシ君と待ち合わせでしたか？いえ、そういうわけじゃないです。そのおもちゃ屋さんのショーウィンドウはサトシ君もよく覗いていましたからね。それでてっきりサトシ君との待ち合わせか何かかなって思っちゃいまして。いえ、たまたまここを通りかかっただけです。変えたみたいですね、サトシ君。昨日がサトコちゃんの誕生日でした。きっとあのぬいぐるみでそれをお祝いできたと思います。じゃあもうサトシ君は無茶なアルバイトに精を出さなくてもいいわけですね。そうですね。サトシ君って、その、ひなみざわファイターズ、退部届とか出しちゃったんですか？そんなもの出てたんですか？私は受け取ってませんよ。マネージャーの園崎さんは？受け取ってないです。誰も退部届を受け取ってないなら、まだうちの部員ってことですね。しばらくして生活が落ち着いたらまた戻ってきてくれるんじゃないかなって思ってます。でもその時に園崎さんがいなかったらきっと悲しむだろうな。園崎さんも落ち着いたらいつでもチームに帰ってきてください。あなたがいないとやっぱり寂しいですよ。園崎さんが帰ってきてくれたらぜひ女子マネージャーの制服をメイドさんな格好にしようと思ってまして。あ、そうだ、もう名乗ってもいいんだった。監督、今まで騙しててすみません。私、ミオンじゃないんです。シオンっていう双子の妹なんです。訳ありで今までずっとミオンのふりしてきました。え？双子の妹さんですか？そうです、園崎シオンと言います。園崎本家に嫌われてるんであまり堂々と暮らせる立場じゃないんですけどね。知らなかったですよ。まさかミオンさんに双子の妹さんがいたなんて。そりゃ全く同感です。
入江先生もこんにちは。先日は遅くまでありがとうございました。いえ、何もお役に立てませんで申し訳ないです。私はもうここを離れますが、一緒に車に乗りますか？お家まで送りますよ。そうですね。じゃあ監督、そろそろ行きましょうか。ありゃ、お二人でどちらかにお出かけの途中でしたか？ええ、チームの夕涼み会用に景品を探しているところだったんです。他にも行くお店がたくさんありますので、この辺で私たちは失礼します。お怪我は大丈夫なんですか？園崎紫音さん。可能さえしなきゃ綺麗に治りますよ。私も子供の頃は何度か爪を剥いじゃったことがありましたがね。ほら、綺麗なもんでしょう。うん。男の爪が綺麗でも気色悪いだけです。お見舞い、感謝感激です。じゃあ、もう行きますね。失礼します。園崎紫音さん、私とコーヒーでも飲みに行きません？はあ？何それ、私を口説いてんですか？そういうことでもいいですよ。遠慮します。一日は有限、24時間わざわざ退屈なことに費やすなんて馬鹿げてますから。もう参ったな。じゃあこうしましょう。私とのおしゃべりが退屈になったらいつでも途中で帰っていいです。引き止めません。そういう約束でどうです？あんたが喋るのは勝手ですが、私は喋りませんよ。それをおしゃべりと呼べるかは怪しいですが。ねえ、それで結構です。紫音さんは聞き役で結構です。私が勝手に一方的に喋るだけ。あなたはコーヒーでも飲みながら中年親父の独り言を聞き流してくださればそれで結構です。監督、すみません。
私ちょっと大石のおじさまとデートに行こうと思います。ミオじゃない、シオンさん。本当に喫茶店に行くの？あなたの親類の目がない喫茶店があるなら紹介してもらえると助かるんですがね。チェッ、それなら勝手に連行でも何でもすればいい。書の方が都合がいいと思ったから書にしただけです。私の話が退屈になったら帰っていいという約束はもちろん守りますから安心してください。ま、私を退屈させないように頑張ってくださいな。書内には腕組んで入ってあげましょうか、おじさま。まさか取り調べ室でカツ丼でも食わされると思いました？想像してたより待遇が良くて驚いてます。お知らせに直で正座くらいは覚悟してたのに。ふん、そういうのは私の趣味じゃないな。で、おしゃべりを聞かせてくれるんじゃなかったでしたっけ？じゃあ最初からいきなり単刀直入に。シオンさんって北条さとしさんのこと好き？はあ？速攻退屈なんで即帰りますよ。なじゃあ今のはなしということで。サトシ君の事件当日のアリバイなら先日熊谷刑事さんに全部お話ししたつもりです。もちろん私も熊ちゃん、いや熊谷君の調書は読んでます。あなたがサトシ君と一緒にいたことは知ってます。何度聞かれたって同じ話しかしませんよ。私しつこく反復して聞いたらそのうちにボロを出すとか考えてるなら大天もいいとこです。まさかまさか、そんなこと考えてません。あなたは頭のいい人です。そんな手に引っかかるなんて思っちゃいません。ならどういう手を考えてるやら。どちらにせよ私からサトシ君のことを何か聞き出そうとしてもそれは無駄なことです。先日お話しした以上のことは何もありません。ああ残念、やっぱり退屈な話でしたね。私、帰らせてもらいます。そういう約束でしたからね。失礼します。シオンさん。確かに私はあなたからサトシさんのアリバイを聞こうと思っていました。それは認めますよ。なら決まりです。やっぱり退屈でした。帰ります。
でもね、シオンさん、私が聞きたいのはサトシさんの事件当日のアリバイじゃない、昨日のアリバイなんです。昨日？なんで昨日のアリバイなんかが聞かれるんですか？昨日のサトシ君のアリバイがおばさんが殺された事件とどう関係があるってんです？昨日サトシ君が出かけたまま失踪されたからです。サトシ君が失踪されたことはご存じなかった？どういうことですか？失踪って何？やっぱり座ったらどうです？サトシ君が失踪したって何？何？一つ確実に分かっていることは、彼が3時前に沖宮の郵便局で貯金を全額下ろしているということだけです。その後の足取りはつかめません。これは私の想像ですよ。彼はひょっとしてそのお金でどっか遠くに蒸発したんじゃないかなって。逃走資金だってんですか？バッカバカしい。あのお金はね、サトコの誕生日プレゼントを買うためにサトシ君が貯めていたんです。それであのおもちゃ屋にあったでかくて高いぬいぐるみを買ったんです。逃走に使うお金になんかなるわけないです。確かにあのおもちゃ屋から一番高いぬいぐるみが売れていました。でもね、それをサトシ君が買った確証が取れないんです。店の人に聞けばそんなの分かりますって。私とサトシ君で買う予約までしてるんですから。あれを買ったのはサトシ君なんです。サトシ君はぬいぐるみの金額ギリギリしかお金がなかったはずだから、ぬいぐるみ代を支払ってさらに逃亡資金を用意できたなんて思えません。めちゃめちゃもいいとこです。いいですよ。じゃあサトシ君がぬいぐるみを買ったことでもいいです。じゃあそのぬいぐるみを持ってどうして帰らなかったんですか？
サトシ君が消された。バカバカしいです。やっぱり退屈な話ですよ、おじさま。シオンさん、ちょっとお口を挟まずに聞いててほしいんです。これから私がちょいと想像した話を申し上げます。全部全部でっち上げです。だからきっとシオンさんはあまりのいい加減な内容に吹き出しちゃいそうになるかもしれません。それでも最後まで黙って聞いていてほしいんです。約束してもらえます？いや、約束なんて何でもするから、早く言いなさいよ。死んだおばがサトシ君とサトコさんをいじめていたことはよく聞いています。中でもサトコさんを執拗にいじめていたこともね。その中でサトシ君が妹をかばうためにおばに殺意を募らせていったとしても、私は人として自然な流れだと思います。ここからは空想ですよ。絶対に怒らないでください。口を挟むのもなし。いいですね。分かってるから早く続けなさいよ。北条さとしはおば殺しを計画し実行したねえ。もちろん証拠なんてありませんよ。全部私の妄想です。分かってるって。あんたの妄想なのは百も承知だから早く続けて。ここで話は変わります。シオンさん、あなたはサトシ君との交際を禁じられたんですよね。もう忘れろ、二度と関わるなと念を押されたんですよね。それは実は不仲な両家の関係を忌み嫌ったからでなく、殺人犯と園崎家の令嬢が恋仲であることに問題があったんじゃないかと思ったんです。あと
あなた諦めが悪いことでも知られてるんじゃないですか。つまり園崎本家にサトシ君との縁を切れと脅されて、爪を剥がされてもサトシ君との縁を切りかねていましたよね。園崎本家はサトシ君とあなたの縁はちょっと脅しただけじゃ絶対に切れないと分かっていたと思います。あなたをいくら脅してもどうにもならない。じゃあもう一人の方をどうにかするしかないですよね。どうにかって何？どうにかって何よ。何？落ち着いてシオンさん。サトシ君が殺されたとはまだ限りません。シオンさん落ち着いて。これはまだ未確認情報ですが、名古屋駅で家出人風の若者を見たという情報が入っています。東京行きの新幹線に乗ったそうです。服装の特徴などが一致しませんでしたが、警察の追跡等を意識して衣替えをしている可能性もあります。服装が違うからサトシ君でないとは言い切れませんよ。生きてるの？サトシ君生きてる？ここからもまた私の想像になりますがね、あなたの双子のお姉さんのミヨンさん、次期当主ということで園崎お涼の身近にいますよね。園崎お涼はおそらく最初はサトシ君をこっそり殺してしまおうと提案したと思います。それをあなたのお姉さんが止めたんじゃないかと思うんです。おそらく園崎本家はサトシ君と接触したでしょう。今回の事件はかばいきれない。だから自分の身は自分で守るために
どこかへ姿を隠せと忠告したはずです。いや、強要したと言った方が似合うでしょうね。サトシ君は絶対拒否すると思います。だってあのサトシ君が妹を一人残して雛見沢を離れられるわけがない。私もそう思います。確かサトシ君は園崎美音さんの紹介でバイトをしてましたよね。だからサトシ君に逃走資金になるまとまったお金があることを知っていたと思います。でもサトシ君はそのお金をぬいぐるみを買う以外には絶対に使わないはずです。でしょうね。サトシ君は貯金を下ろしたら迷うことなくおもちゃ屋に向かうでしょう。でももしですよ、サトシ君がおもちゃ屋にたどり着くと、もうぬいぐるみが売れてしまっていてなくなっていたら、妹を一人残して雛見沢を離れられないと言いましたね。でももしも園崎本家が残った里子さんの面倒は見るって言ってあったとしたらどう思います？
そうしてずっと遠方に隠れ家か受け入れ先を用意してくれたんじゃないかと思います。サトシ君はそこを目指したのでしょう。じゃあ無事なんだ。いつか帰ってくるんですよね。